はは、い、こんにちは、えー、峠ドライブです、えー、今回、えー、お送りするのが、おいきなり顔がでっかくなってきた。ごめんなさい。はい、これでいいや。<laughs> ごめんなさい、はいえー。今回お送りするのが、うまい焼肉、青空さん、えー。青空さんに行った時の、えー、動画になります、えー。あんまり写真何枚しか撮ってないんですけども、 えー、まあ行ってきて食べてきたあの動画になります。で食べたのが、えー、ここのですね上州、えーまあ、牛上州定食デラックスってやつなんですけどもここに今出てきます。はい。これですね。上州定食デラックス2480円。はい、これあの夜八、えー、時8時ぐらいかな行ったのがね。 はい、それで食べてきました。7時か8時だったかなごめんなさい。食べてきて、えー、これを食べてきました。これがね、あのテーブルの横にあのドーンと置いてあるので、えー、どうしても見るとね、あこれ食べてえなと思ってね、あのたつい注文してしまいました。他にもね、いっぱいねあ,のあるんですけどもね、はい、あのなんて言うんでしょうか、メニューとしても。 えー、おすすめメニューとして、まあ、あのカルビスープだとかカルビラーメンこれカルビラーメンカルビクッパとかね青空冷麺だとか、えー、幻のジョーロースだとかスペシャルジョーロース最上、えー、カルビーだとかこういうのあったんですけどまああのー、目の前にテーブルにあったねこのこれに目がいっちゃいまして、えー、これ食べようと思ってね。 えー、食べまししたた美味しかったですこれ、ね、でまあいろいろね、あのー、ここにもこうやってメニューがあるんですけども、えー、生塩タンだとかハラミカルビスープだとかね、はい、だけどまああとはこれですね一回ねこれ頼みそうになっちゃったんです、えー、幻の上ーロースだとかスペシャル上ーロース今度はねこれ食べてみたいなと思いますね、えー、お一人様 S、1人前限りなので奥さんと行って2人前ずつ頼んで食べようかなと思ってます。はい、で、ここで食べて、えー、っと美味しかったんですけど、えー、っと僕はいつも行ってるのが、あのー、ここですね、えー、草津温泉によく行くので、えー、草津温泉の、えー、焼肉あずまさんここによく行くんですよあの草津温泉で療養して行ってるので。 そうするとちょっとお肉食べたいなと思っていくとえここに食べここも創業57年です結構あの古いお店さんお店ですね焼肉屋さんで湯畑で1個でやってますはいここのお肉もね美味しかったですでここで食べたのがね確かあの特選国産和牛ランチとうちの奥さんが国産和牛ランチを食べたんだと思うそれとあとは単品でえー 単品上カルビかな、ジョーカルビーだったを食べて、えー、来ましたで、えー、まあここは美味しかったんですけどねすごい最初に食べたところで、えー、美味しいな本当に上州牛ってうまいなと思って、えー、思っててそれであの草津温泉何回か来てるうちにこの看板が気になっちゃったんですよ。 うまい焼肉青空ってどこ行ってもあるんですよ群馬県行くとねえあるのであの草津だとかねあの渋川だとかあと高階の手前にも確かあったかな看板がねいろんなところにも看板あったんですけどそれで気になってしまってえ看板見るために行ってみたいなと思ってまああの草津ばっかり行ってたんで草津の,あの東さんによくねあの行かさせてもらってたんですけど。 まあちょっと浮気をして、えー、青空さんに行ってみようと思ってこの前行ったんですねそしたらもうおいしいことおいしいこともう本当にこれじゃなくてまあこれが食べた時の絵になるんですけどえー「助定食デラックス」なんですけどまあサラダもすごかったですね僕は産地が好きなので産地に焼肉を巻いてねあのご飯入れて あのコチュジャンのっけて食べるんですけどうちのおばあちゃんの時からのねあの食べ方なんですけどそれを食べてきました美味しかったですすごい柔らかくて脂もね脂がとにかく柔らかい口の中に入れたらサク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 ってとろけるような脂だったです焼きすぎだったんですけどねはいそんな感じでえ東さんのお肉はね美味しかったので えー、ぜひねあの群馬に来た際にはね、えー、焼き肉東さんも美味しいですからねこれすごい美味しいです、はい、焼肉は絶品ですはいここにねお品書きがいっぱいありますけど、はい、まあ値段はね、あのー、まあここに書かれている通りなんですけどもまあ特上ロースだと5700円 すごいですね、今ね。はい、高いですけども、えー、まあ大体このぐらいじゃないですかね、だいたいあの、まあ、青空さんもあのね、あの美味しいですから、値段もね、あの、まあ、そこら辺の焼肉屋さんより、くよりかは美味しいと思います。今、焼肉キングだとか、いろんなところのね、あのお肉屋さんありますけど、こう。 いうあのサラダあったりねカルビスープがあったり、えー、こういうね特幻の上ロースだとかスペシャル上ロースだとかこういうのもあるので、まあ、値段もお手頃ですよねはい美味しいと思いますのでぜひ群馬に来たら、えー、青空さん、えー、焼肉東さんの方にねぜひ足を運んでみてください、えー、僕は焼肉が大好きなので えー、僕はあのー、焼肉ばっかり食べてますはいでまああのー、いろんなね焼肉屋さんあると思うんですけど群馬に来たらこれを食べここのお店2つのお店で食べてみてください本当にとろけるようなね美味しいお肉なんではいまあ群馬のお肉が大好きになっちゃいました <laughs> スーパー行ったら上州牛があったらすぐ買っちゃうと思います僕ね、はい それだけ僕は焼肉は昔から好きなのではい僕のおばあちゃんとかねお袋がよくあの焼肉を食べさせてくれてたのでもう僕は大好きです僕は焼肉が大好物で群馬にはあのまあ,あの昔から郷土料理でえ何だったっけなあのー あるんですよ食べ物が高階でよくねあるようなえとっくとっくだったかなとっくかすいとんかなすいとんだなすいとんだなすいとんであっますいとんごめんなさいすいとん群馬ってね あの郷土料理みたいなんですよ僕もこれ大好きなんですね水いが昔からの大好物で、えー、よくねおばあちゃんとかお袋によく作ってもらって鍋ごと作ってもらって鍋ごとあの僕は食べてたんです癒やしいと思われるかもしれないですけど好きでねよく食べてましたはい本当にあのー、これは味噌仕立てになるのかなこれはなんだろうねはい えー、あ違うか醤油仕立てですよねはいで、まあ、大好きでよく食べてましたこれに、えー、小麦粉で練ったやつを抜いて、えー、っと丸餅ってあるんですね丸餅を食べるととっくみたいな感じです、はい、僕が大好きなまあかぼちゃとかは入ってなかったですけど人参と、えー、こんにゃくと ごぼうだとかいろんなのが入ってましたけどねネギだとかはいここら辺のね里芋類は入ってないですけどよくね水豚は食べてましただから群馬の食べ物ってのは大体合うのかな水豚だとかね高島のあの道の駅じゃないかえ道の駅みたいなところで行った時に食べたのが水豚だったんですねはい水豚だったのでまあ おいしいなと思ってよくねあの行くたびに食べてましたなので群馬のものは僕は大体口に合ってるのかなはいだからまた今度群馬行って、えー、青空さんやら、えー、東さんに行って焼肉食うのと一緒で、えー、またねこの水いですよね水いも食べてみたいなと思ってます郷土料理みたいですからね はい、これをぜひ僕は食べてみたいと思います、はい、今日はねそんな動画になります、はい、まずはね青空さんがとにかくうまかったでまあここの東さんはもう言うことなくおいしいです、はい、なので青空さんもおいしいので皆さんねあのこの動画を見たあの皆様は群馬に行った際にはぜひ、あのー、寄ってください 青空さんのおい行くと、春名さんだとかね、妙義山、薄い峠だとか、あとは赤木山もありますからね、あと二度揚げ峠だとかいろいろあります。峠がいっぱいあるので、僕は峠が好きなので、よく行かさせてもらってます。今はね、療養で、この肩が悪いので、草津温泉によく行って、療養してます。 温泉行ってんのかよって思われるかもしれませんがあの温泉でね効くんですよ僕の体にはあの草津温泉がで行くたびにやっぱこういうところを寄ってあのねお腹が減るのでやっぱね焼肉食べたりあとはいろんなねあの郷土料理あると思うんですけど食べたりしてますそばもねあの有名ですけどねはい僕はやっぱり肉が好きです 肉は大好き、そんな感じですけどね、激節しちゃいましたけど、はい、そんな感じなので今日はね焼肉屋さんのご紹介の動画なので、あの皆さんでぜひ行ってみてください。長くなりました。峠ドライブでした。ありがとうございました。エンド。